今日は鳥取県、大山の奥にあります奥大山休暇村に来ております。もう辺りは一面雪景色、夕日が綺麗です。もう今日の営業は終了しておりますが、正面に鏡鳴るスキー場があります。雪遊び用の道具も揃っています。はい、SO2 と言われます。こちら、洗面台、はい、4人分すでに用意されています。はい、お部屋はこちら、10畳の和室です。お菓子はこちらになります。ミルクカスタードサブレ。はい、こちらがソファーセット。冷蔵庫あります。外を見てみましょう。こちらに鏡鳴るスキー場、そして風景はこんな感じ。413です。はい、どうぞ、お願いします。はい、お造りがやってきました。カニ刺しと季節の魚2種。ちょっと頼んでってもいいの？いいね、頼んでもね。別注のおすすめ一品メニュー、白いイカの作り刺しに大山どり、そしてラムネ。今日はアルコールではなくカニも宣伝するため、もういいよ、ウーロン茶にしました。もうちょっと、こちらお子様セットです。お刺身に、お刺身にしてこちらカニです。いただきます。はい、いただきます。こちらがオーダービュッフェの料理です。これママの、ママだけする。ではカニ刺しをいただきたいと思います。え、後で食べる。え、豚なんかこれ、うん、これマ
はい、お願いします。どら焼きです。味噌めっちゃ味噌。はい、なんで今のうちにですね。はい、はい、あ、そうです。はい。はい、はい、はい。やってきました。タグスキ。沖で獲れた松葉ガニです。あったよ。空が出てる。空が出てる。めっちゃ詰まってるよ。美味しすぎる。はい、焼きガニがやってまいりました。こちらの方に乗せていただきます。何かしら、うん、茶碗蒸しもやってきましたが、ちょっとお腹に入るかどうか微妙です。はい、焼きガニです。焼いてます。この後お腹いっぱいなんですが、まだ鍋が残ってます。頑張ります。続いてカニ鍋です。カニ好き、なんでカニになっちゃうって。だってカニ食べてる。鶏肉です。はい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 、はい、鍋は全部食べましたので、最後に仕上げとして雑炊をこれから作っていただきます。はい、パパが作った雑炊の完成です。これからいただきます。はい、食べる人。はい、はい、カニ身もあらかじめほぐしておいてきました。ではいただきます。やっぱ仕上げは雑炊ですね。うん、肉も入ってる、うん、お土産にこちらのデザートを部屋に持ってっていただきます。ごちそうさまでした。はい、こちらですね、コーヒーとデザート、部屋でいただきます。もうお腹いっぱいです。はい、どうぞ。こっちですか。こちらがいただいてきた食後のデザートです。シューアイス、わらび餅、そしてフルーツ。じゃあママいただきましょう。お腹いっぱい。はい、こちらお水の準備もあります。雪上車動いてる。あ、こっちからも来た。寒い。めっちゃ寒いよ。なんか、ちょっと閉めないでよ。うん。あ、ほんと。ね。部屋にお風呂って気になったあるの？ないの？絶対そこだろうな。
あ、おにぎりある。何おにぎりは食べてる？ん？いいよ。何おにぎり？明太。これおにぎり。でも、これはじゃこ。これそれじゃこ。入れるからね。ゴリラ、ゴリラ。箸。言わないとちゃんと使わない。お、いい感じ、いい感じ。じゃあ食べていい。